こんにちは。パワカバンプです。使っている私でもこれが何バンプかはわかりません。一応コンセプトはバリバリなんですけど、グランプリで優勝した時とかにつく名称だとどこに位置するんでしょうって感じです。多分跳躍バルツがメインになるので跳躍バルツバンプってことにしておいてください。ちなみにこのデッキに至った経緯は前回の動画でダメかについてお話をしたから、イモータルペインを連打してたら負けないだろうから始まった感じです。パズズ軸でもそうだったんですけど、パズズとイモペをループなしで出しても勝てたりしたので、そこそこいける気はしていました。一回ダメ化してペースを詰められるって最強なんですよね。そしてターンが遅くなるほど跳躍バルツが揃う確率が上がっていくし、シナジーだけはあると思い込んでいます。オリビエ追加当初と違ってだいぶ信じられるようになってきてるしね。でもこのデッキはニュートラルもそこそこ入っているので、適当に跳躍バルツをしようとしても難しかったりします。なので打点源は跳躍バルツの他にイモペ連打にガロダートも採用。4コス3点で後押しに使えたりもするし、マリシャスでバンピーを確定サーチにしているので自称4回も狙えたりします。最終手段ですけどね、5日のランクまで狂乱にやられたコンボだったりするんですけど、ガロダート2枚にバイオレンススクリームに贈り物。これで自称が4回できて、守護がいなければ23点出るのかな？一応これも OTK プランですね。体力がマックスじゃなければ3点は守護突破に使えなくもないし、対戦が長くなった時に使うかどうかって感じです。とりあえずイモータルペインをぶん投げる形で組んでいるので、おまけのおまけです。ガチャで引いた時に得られる副産物みたいなレベルだね。あとは序盤は回復と耐久で話的には終わりなんですけど、尺が余りまくるのでイモータルペインで考えていたコンボを話していきます。まずはイモペとバンピーのセットかな。8ターン目にダメ化をしつつ剣族の贈り物をキープ。そして9ターン目にできるのであればガロダートコンボ。狙わないとは言いつつも狙わなくはないという欲張りコンボだね。次にオリビエとイモペのコンボ。8ターン目であれば EP 消費的に両方セットで使えるはずなので、9ターン目に EP がありつつ跳躍バルツにつなげることができたりします。アビス用の EP がなくなっているって心配がないところもメリットかな？生き延びてたらね。一応生き延びたいからイモペを採用してるので生き延びてほしいんですけど、無理な時は無理なのでわかりません。あとは跳躍コンボがそこそこあって、復讐状態ならバンピーに跳躍をつけて12点くらい出るんだっけかな？ 13 点でしたっけ？なんかいっぱい打線が出ます。対戦中にバンピーの計算ができた試しがないのでわかりません。連動なしです。あとはガロダート跳躍も一応狙えなくはなくて、ベース3点とガロダート跳躍で9点出ます。これも狙う気は全くないんですけど打点としては結構高め。要するにいっぱい打点が出せるよって感じのデッキです。結局これでいいんですけどね。月に凱旋の雄たけびを翼ある限り、想像以上に、こうする。火力お化け。ちなみにデッキはこんな感じ。回復さえしておけばダメかで耐えられる。無敵もあれば無敵だし、おもちゃの中では強い方かな？アビスで耐えてギルネリーゼの直接召喚も狙えるかもしれません。序盤の耐久が必須なので手札に来てほしいんですけど、コンボとしては一応あるって感じです。そんな感じで実況を終わります。ご視聴ありがとうございました。こんにちは、後付けです。ちょっと喋って帰ります。動画の冒頭で前回のダメかって話をしていたんですけど、限定公開に切り替えました。理由としては同じコスト帯は一緒に出てこないからです。恥ずかしいね。別にミスなんて今までいくらでもしてきているので、そこに関して言えばノーダメージなんですけど、今回はなんとしっかりデッドソウルテイカーの文章を確認していて見逃しています。自分でもびっくりしたよね。何回かデッドソウルテイカーは使っててその時はコストをずらしていたはずなのに、記憶をどこかに置いてきたみたいです。なので今度しれっと調整して投稿しようかなって思ったりしてます。コメントであったピザちゃんでもいいし、ハイドラでもいいし、イーターを入れ替えるだけで組めるからね。と、そんな感じのお話でした。まあやるかどうかはわかりません。他のネタを探すのでいっぱいいっぱいだからね。ということで消えます。さようなら。
命がそこにあがってる。なる神。ご主人様まだかな。善行を積むためさ。夜も闇も全部従いなさい。見せてやろう。さあ、いいぞ。僕は死ぬ。戦いの夜。ルナの負けだよ。